2021年6月11日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日はスケッチブックを買ったので、そのことについてここに残しておきたいと思います。今日はバイトが終わった後に、急いで文房具屋さんに向かってスケッチブックを買ったんですけれど、今日買ったスケッチブックはいつものように絵を描くものとはちょっと使用用途が違いまして、これから毎日その日思ったことを描きたいことをそこに描くような絵日記みたいな形で使いたいなと思いまして、今日スケッチブックを購入しました。今の自分が描く絵日記っていうのはなんかすごく意味があるなと思っていて、振り返るとそれもまた一つのアートとして成り立つのではないかと思っております。絵の後ろに今日の日付とその日思った一言でもいいので書いていくことによって、なんか新しいアートの形だったり自分にとってすごく意味のあるものができる気がしています。これは皆さんの目に触れる機会は今の予定ですとありません、ないんですけれど、自分の中でアウトプット材料として今日から始めたいなと思いました。思います今日はそんなこと思ったのでここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。